こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日食べるのは京風鶏カレーです。このカレーは京都の鶏料理専門店八木庵さんの、和風カレーということなんですけども、残り、このシリーズ、できるだけ美味しいカレーを見つけたいということでこのカレーを選んだんですが、和風のカレーっていうのはもともと従来から私自身が好みでありまして、そういえばこの動画シリーズ美味しい和風のカレーっていうのはいくつかあったとは記憶してるんですが、強烈なインパクトのある、和風カレーというのにまだ出会っていないもんですから、もしできればとても美味しい和風カレーを食べてみたいなということで選んだのがこのカレーです。それでは早速準備します。京風鶏カレーが出来上がりました。ではいただきます。明らかにこのカレーは和風だというそんな味わいです。とても上品な口当たりなんですが、口に含むとパンチがあるというか、とても味わいにボリュームのあるそんな鶏カレー、和風のカレーだと思います。具材の鶏肉はそんなに大きくはないんですけど、鶏料理専門店のカレーということで歯ごたえがあって美味しいです。味わいの方はお醤油とみりんでしょうか、そういった和風の調味料がとても効いてる、そんな感じがします。辛さも一味唐辛子が入っているようでアクセントとしてしっかり感じます。完食しました。ごちそうさまでした。美味しかったです。しっかりとした和風だしの味わいがして、カレーうどんあるいはそばにも合いそうなそんなレトルトカレーでした。これは紛れもなくインドでもなければ欧風でもなくて日本だからこそできる味わい、日本のカレーということでとても満足しています。それでは、また明日もお会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録